はい、どうも、こんにちは、こんばんは、トラです。今回なんですけども、久しぶりの投稿になります。よろしくお願いします。ピックアップしたのはですね、ダンスバトルの動画で、まあね、ただただただ語りながら行こうかなと思います。ちょっと皆さん変わった点あったかなと思います。今日ね、オープニングカットしました。もう、尺長かったんで、一気に行っちゃおうと思って、はい。で、まあ、何語ろうかって、もう今日はただね、なんか僕が一人語りながら動画回していこうかなって思うんですけど、皆さん今何してますかね？やっぱり家でステイホームって形かなとは思うんですけど、まあ、その中でもね、多分 YouTube 見てる人増えてると思うんですよね。それでまあね、もう僕も少なからずチャンネル登録ね、100人弱ぐらいいるんでね、はい。じゃあちょっとは投稿してね、皆さんの暇つぶしになればと思い、こんな動画をピックアップしてるんですが、今回 2on2 のバトルを僕がですね、一人で出てきて、2on1 の状態で戦うと。武者修行中の時の動画です。まあこれが僕になるんですけど、最後まあ、最初アタックムーブって感じでね、こうやった感じなんですが、相手がね、まあ見てわかる通りね、これね、上緑で下グレーでね、もう完全に衣装合わせてきてる時点でガチですよね。僕も一人出てる時点でね、もう負け決定みたいな感じになっちゃうんですけど、はい。で、まあ最初ね、まあいつも通りな感じというか、元気なうちからパワームーブ入ろうっていう感じですね。僕パワームーバーじゃないんでね、基本的にパワーあんまりやらないんですけど、一人で出るときは、少しでも苦手克服のためにパワー入れてます。まあなんであんま種類はないんですけどね。で、まあこうフットワークやりつつの最後ポーズで終わるという感じです。で、まあ結構ジャッジ3人の方、今さっきね、手パチパチってやってくれましたけど、結構左の方がね、僕のことをなんか応援してくれてるような勝手に捉えてるんですけど、ちょっと嬉しくてね、なんか最初のムーブも最後、セカンドムーブもそうなんですけど、ちょっと乗ってくれるんですよね。やっぱジャッジの方が乗ってくれると非常に踊ってて楽しいですよね。まあちょっと横目で見てたんですけどね。はい。で、3人のうちの真ん中の女の子なんかは、ジャッジの、B ガールアミちゃんって言って、このね、動画2、3年の前、結構前のまあ動画になっちゃうんですけど、この後に、B ガールのソロのワールドチャンピオンになるんですよ。すごいですよね。そんな、女の子がジャッジをしてくれてるイベントに僕は出ているという感じで、結構すごく行ってるんですけど、なんか普通にこれ下町にあったちっちゃなイベントに、僕がひょこって出てっただけで、大したイベントでは正直ないですね。まあ。そんなコーナーでセカンドムーブになってくるんですが、結構トップロックガチで踊りました。で、この後新技試そうと思ってて、当時なんですけど、ただその入りミスるんですよね。これちょっと足ついて伸ばしたのが、これ地面蹴っちゃうというかついちゃうみたいな。あ、ミスったーって思いながら、ここ今踊ってます。今の止まったのとかね、結構やっぱ受けてくれて。で、フリースタイルのバトルだったんで、ちょっとこういったね、ポーズ意識してみました。今みたいなこう弓とかね、少しポーズ意識して踊ったところがあります。でも、まあ、全然通用しなかったですね。ちょっと今僕しゃがんだりしてますけど、ファーストムーブ終わってセカンドムーブの間とかね、足揉んでたのとか、見てた方いるかなと思うんですけど、あれね、僕ね、なんか調子悪かったのかわかんないんですけど、ファースト踊って、戻ってったらなんか足つりそうでね、今セカンドムーブを実はね、相当なんか、技とか選びながら慎重にやってて、もう足パンパンの釣りそうで、なんでかなっていう。もうすごいそれだけ覚えてますね。いや、うまいっすよね、これもう。まあそんな感じでね、結論はね、もう見ればわかるんですけどね。まあ今言っちゃうと、まあ 3-0 ストレートで負けると、まあ誰が見てももう明白ですよね。相手のがもう完全に 2on2 に対して、こう姿勢をまっすぐに持ってきて、こう真剣に取り組んでるのに対し、僕は一人で挑んで、こう、おちゃらけてるような感じにしか見えないですよね。っていう感じです。まあ皆さんね、ステイホームで退屈かもしれないんですけど、まあ少しでもね、僕の動画でね、楽しんでいただければと思いますんでね、よろしくお願いします。今日はただただ語りました。ではバイバーイ。皆さん、コロナ気をつけましょう。